本日は兵庫県西宮市にありました、戦国の城について、ご紹介しております。先ほどの動画でも、ご紹介しましたように、古くから、社会が成立していましたこの西宮市なんですが、飛鳥奈良時代よりも前の、神宮皇后元年には、兵庫県下第一の古社である広田神社が、創建されました。先ほど、冒頭で、説明いたしました広田神社がもうこの時代に創建されておりました。日本書紀によりますと、神宮皇后は、三冠征伐の帰りに、天照大神の、神託によりまして、新玉、こちらは、神の荒々しい側面を持つ魂という意味があるようなんですが、これを、都に持ち帰らずに、広田の国に祀りました。これが、広田神社の始まりというふうに言われております。神託により、神社創建の地に選ばれましたこの広田の国という国あの範囲なんですが、現在の芦屋市、西宮市から、尼崎市の、西部までを指しまして、この地域が、当時から都に近い水準の先進地帯であったということが、想像できると思います。広田神社は、朝廷より厚く、崇敬されておりまして、やがて、都の、西にある宮ということで、西の宮というふうに呼ばれるようになりました。こちらが、現在の、西宮市の、名前の由来というふうになっております。ということで、古代から、非常に、高い、レベルの高い、文明が、存在しましたこの西宮市なんですが、その後どういう、歴史をたどっていったんでしょうか。また次回の動画でご紹介したいと思います。